はい、ということでログインしていきます。はいで、まずね。やることは？まず争奪戦の確認を朝起きたらまずやりますね。今回はね。あの隠した相手だったんで。まあ特にそんな考えなくてもいいんですけど。まあ、一応ね。この集中攻撃とかの？を変えたりね。をやるって感じですね。まずはこの確認。 でまあ、こ,こ,ここは同じかな次はまあウサギをタップするかなそうだねウサギ久しぶりにミッションやろうかなミッションじゃないよミニゲーム虫取り虫取りやるかこれ何年ぶり何年ぶりじゃないわまだ半年半周年だけどえー、カマキノキノカマカマシロムシ えー、カマシロバッタバッタカマシロキノコカマシロキノコカメムシカマシロカマキノコカメムシカメムシカマキノコカマキノコ団子ごキノコだんごはいって感じでやってました昔これやるか久々だな 35は超えたいなこれ運にもよるけどな結構運いいなこれは2回的に当たっても大丈夫ですこれは当たるあえて当たってでもいやー結構運いい方だけどあこれ無理だな今のきつかったなー 欲しいなって感じでウサギをしていきます。はいってウサギが終わったのでこのねショップであの二つ武器買うんですけどもう弓はあの貫突してるんで弓はねで弓は買わずにこっちらけ買います。これね今後ね三突してても上が基礎ではあるんですけどね。 まあ一応今はいらないんで買わないって感じで,で、まあ、ついでにここをザーッとやってこれねたまたま旅武器使ってるキャラがねボーナスだったんでめっちゃ楽ですねこれこれね違うキャラとかだとね毎回毎回配置配置じゃないやキャラ替えしてねやんないといけないんでここのねあの配置変えちゃうとホーム画面のね チームもあの反映して変わっちゃうんでねそれはちょっと直してほしいなと思います。このショップは絶対何も買わないですね。週3回ねあの一応買うんですけどねあのこのミッションとしてね。でえっとここはこれいまだに自分200は受け取らずにやってます。受け取った方がいいんだろうけどもこれは。 毎,回毎日受け取ってないですねこの200は消費してないですでそのまま010いくか010はねあとね鹿が55だったかな多分あと5枚であの貫突できるんで貫突じゃないわ星5になるんでね今日なりそうかなって感じでギリギリいやーギリギリだな箱から出ればなるけどね この配置だとねメダル500枚多分無理だと思うんでもう今メダルゼロなんでねもう箱から鹿を出すしかない鹿じゃないやキツネかキュービーがね頼む出たラッキーめっちゃラッキーでこれねあのー自分ねうさぎが星5になるまではこれ箱全部開けてました ただあのうさぎが星5になってからかぶったらもったいないんでもうあの200もう1個は開けてたんですけどこれで今鹿も星5になったんでまあもう毎日無料分でいいかなって感じです。うさぎが星5になるまでは全部開けてたんで、まあ、余裕がある人は全部開けた方があの後々ね戦闘力は上がります。 まあ全部開けると600使うんでまあちょっときついんですけどね多分これでね鹿星5にな鹿じゃないやきついね星5になるんですよね多分昨日の記憶が間違ってなければ、まあ、なんでこれまあでもそうね箱いくかこれでうこ,のこうやってねうさぎとかが出るともういらねえってなるんでねって感じです なんでこの配置は昔はねあの箱めっちゃ開けれたんで嬉しかったんですけどちょっとメダルは全然もらえないんでまあ外れかなここでもうメダル補正は来ないとでメダルが422とねめっちゃ低いんですよねこの配置だと。 だいたい平均700くらいはね、普通の配置だと、このメダルはもらえるんですけどね。まあその分ね、この宝箱があるんで、あの、序盤はね、めっちゃありがたいんですけどね。ってことで、その流れで、ちょっと鹿やるか。鹿じゃない <laughs>。ダメだ。えーっと。違う違う、倉庫から。倉庫じゃないわ。 やばい頭が回ってないあれじゃ足りてなかったんか10枚だったっけな光ってないってことはそういうことかああと5枚だったでメダルがメダルが50枚足りないと <laughs> なるほどね なるほど残り50枚ねうん明日になればもらえるけど明日になればもらえるけどこの200で引くうわ待つかさすがに400はもったいないもんなうわ50枚足りないってマジかけらも持ってないんでねもうあ持ってたわ <laughs> 持ってた持ってたんかいそれで残り5枚って思ってたんか昨日これが5枚あるから残り5枚って思ってたのかなんだよ200損したじゃん損はしてないけどよし今戦闘力が264なんでどんぐらい上がるかな星5になるんでね もうさ毎回どこに何があるか分かんなくなるっていうねボタンがよしいやーこれ嬉しいなめっちゃ強くなるからなこれ3回になるからな追加攻撃が星3になるとあのー、追加攻撃がね1回増えて HP60 未満とかだったかな敵の、まあ、ここに書いてあるんですけどねさあどんぐらい上がるのか まあおそらく200万ぐらいは上がると思うなんで266になるかなどうだろうめっちゃ上がるよねこれあめっちゃ上がったわ想像以上に上がった400万上がったすごいなほんとねこの霊獣の補正はめっちゃ大事なんでねパンダももうちょっとってなるって感じでゾウももうちょっといいね いやーこれ嬉しいなーこれでちょっと強くなったなで何やってたっけでまあ対戦とここも消費していくんですけどこのこの10回がねほんとねめんどくさい長いこのマッチング時間がね長いですよねこれこれで長いって言ってるのはどうかと思うんだけどまあ一回5秒ぐらいか この10回の連打がめっちゃいつも時間かかるってことで当たで後でやりますこっちはね割とすぐ終わるんでで奇策チャレンジがねこの宋仁1ターン目は1位取れたんですけど2ターン目がねあのー、2位でしたこのサーバーにね戦闘力がね8億ぐらい の化け物がいるんで、まあ、そのまあやっぱ同じ編成でやるとどうしてもね敗課金の方がまあ勝っちゃうんでねほんとちょっとの差だったんですけどねほんと見せるか、まあ、ダメージ的にはねほんのちょっとだったんですけどまあ負けましたちょっとこれは残念。 でこっちの3ターン目の方はあの動画に上げてからは何もしてないって感じですね、まあ、最終日に本気出すかなって感じでそれ以降はまだ何もやってないって感じですでまあそのぐらいかあとはミッションをやっていってって感じでなんかルーティーンというよりも 今の現状報告みたいになっちゃったけど受け取ってでガチャはこれねもうあのチャプターままで貯めてますこのチャプター3でもね引き,引き継がれるんでねでこのねあと6回で SSR ゲットっていうのもチャプター3でそのまま引き継がれるんでこっちの下もねあと4回で SSR ゲットっていうのも。 なんでこの状態であのチャプター3まで持ち越します。って感じかな？これ10連やるか？でね、この対局はもうミッションをこれ、全部やってからはやってないです。もうなんか飽きちゃいました。トータル多分20回ぐらいしか多分やってないですね。なんかいいやと思って。とりあえずミッションだけ終わらしました。 って感じでおいいないいね10枚めっちゃありがたいこれでねあと多分110枚ぐらいかなどうだろうあと多分2体ぐらいで貫突できたんでですねあと110枚あと2体か このね、ミッションとか、あのー、あれでね、このストーリー、ここじゃないや。ここでも多分もらえるんで、まあこれ全部もらってから、まあガチャ引くかなって感じにしてます。これ明日か、これ明日楽しみだな。明日引けるのかな。これ何出てもこれ嬉しいからな。 でもやっぱ一番うれしいのはこれか現世、まあ、一番はこのもちろん iPad なんですけど現世3000ってめっちゃありがたいよなうんその次にうれしいのはうんまあこれかなで、まあ武器はねもう今そんなにいらないからなもう弓を星3まで貫突までやってからはもうかけらも特にいらないやって感じなんで まあそれよりは自分的には栄光の方がいいかなあでもうんそうねこれ自由選択だからこっちの方がいいかな結局現状報告みたいになっちゃったんですけどまあ今こんな感じでやってますってことで最後までご視聴ありがとうございました。